水原元通訳の不正アクセス疑惑について、元エンゼルス監督、ジョー・マドン氏が疑問を呈した。マドン氏は水原氏が大谷から完全な信頼を得ていたとし、金銭管理を任されていた可能性を指摘。また、大家の代理人バレロ氏も信頼されている人物と評した。CAA は金銭管理は別の会計事務所が担当していると回答。水原氏の所在は不明のままで、疑惑の全容解明には時間がかかる見込み。台湾アジアウィンターリーグ決勝戦の MVP 小野寺健と大鋼ホークスが注目を集めた。NPB レッドを相手に8回3分の2無失点の好投で、大鋼の優勝に貢献した。BC リーグ出身の小野寺は今季限りでテスト制として大鋼に参加し、4試合登板で2勝0敗、防御率 0.92 と好成績をマークした。SNS で、子持ち様という言葉が話題に。子育て世帯はケアされすぎで不公平感が生じている。ウィズワークの上原代表は、会社が子育て中の社員だけをケアすると、サポートする側の不満が蓄積し、対立が生じる原因になると指摘。育児休業の同僚全員に一時金を支給する三井住友海上火災保険の取り組みが話題になったが、同様の制度を採用する企業は少ない。大谷翔平が3日のジャイアンツ戦に2番 DH で先発出場予定。開幕から8試合本塁打なしだが、本拠地初本塁打が期待される。ジャイアンツの先発は左腕カイル・ハリソン。ドジャースのスタメンはベッツ、二塁、大谷、DH、フリーマン、一塁、スミス、捕手、T、ヘルナンデス、右翼、マンシー、三塁、K、ヘルナンデス、中堅、テイラー、左翼、ロハス、遊撃、グラスノー、先発。女優の三村理恵、39、が NHK、朝一に出演、料理は好きじゃないけど台所に立つのは好きとコメントし、上品な姿で惚れ惚れ。改名から6年経つが、三村の印象が強いとのこと。